ュニアヘビー級、世界最高峰の戦い、ついにファイナル。今年も超ハイレベルな戦いを繰り広げた新日本プロレスジュニアの祭典、ベストオブザスーパージュニア24。多種多様な個性とスタイルがぶつかり合い、各地で熱狂を生んだジュニア選手たちの戦い。そのファイナルの舞台へ勝ち上がったのはこの男たちだ。 A ブロック1位、ジ・エアリアル・アサシン、ウィル・オスプレイ。強豪ひしめく A ブロックの中で、昨年覇者として存在感を示し続けたオスプレイ。そして迎えた最終戦、勝ち点8で6人が並ぶ大混戦となる中、相手はシングル初対決となる王者高橋ひろむ。おー、シュージングした高橋ひろむ。この結果5勝2敗勝ち点10となり、2年連続優勝決定戦進出を決めた。 I will be back to back best of the Super Juniors。 B ブロック1位、タイムスプリッター櫛田。開幕から連敗を喫し、苦しいスタートとなったが、3戦目の武士戦でようやく勝ち星を挙げると、くせ者金丸、田口からも勝利し、望みをつなげた。 B ブロックリーグ戦最終日、なんと8人全員が勝ち点6で並ぶ前代未聞の事態に。櫛田の最終戦、相手はメキシコのトップルチャドール、ボラドールジュニア。タッチのトペコン、スワンダイブ、待っていた、この形。キャッチしましたね。決まった、決まった。バックトゥーザフューチャーで勝利。これにより4人が勝ち点8で並ぶも、直接対決で勝利している櫛田が優勝決定戦進出となった。滑り込みセーフ、もうダメかなと思いましたけれども、諦めないでよかった。2017年新日ジュニアの頂にたどり着くのは、これまで櫛田に2戦2敗、悲願の初勝利を誓い、スーパージュニア史上2人目の連覇を狙うウィル・オスプレイか、再び高みへ。背水の陣で新日ジュニアの意地と誇りを見せる櫛田か。勝ち切った。 I have a lot to prove because I need to prove I can beat you。 Let's go 代々木 and let's go crazy。 ジュニア最高峰の戦いもついにクライマックス。栄光をつかみ取るのはどっちだ。鉄拳セブンプレゼンツ、ベストオブザスーパージュニア24ファイナル。